ヒューバート・ドレーファスは、アメリカ合衆国の哲学者、カリフォルニア大学バークレー校哲学教授、エッドムント・フッサール、モーリス・メルロー・ポンキー、マルティン・ハイデッカー、ミシェル・フーコーなど、ヨーロッパ現代哲学の研究と並んで、人工知能に対する哲学的批判を継続的に行うなど、幅広い関心を発揮した。アメリカ・インディアナ州テレポートに、 ドイツから来たユダヤ系の家庭に生まれた。もともと物理学をはじめとする自然科学を専攻したいと思っていたが、ハーバード大学時代の恩師、シーアイ・ルイスとの出会いにより、哲学へ転校。1951年、ハーバード大学で哲学の BA を取得。翌年、同大学で MA を取得。その後、バーゼル大学、フライブルク大学、ベルギーのフッサール・ワルヒーフ。 フランス高等師範学校などへの留学を経て。1964年、ハーバード大学で PhD を取得。博士論文はフッサールに関するものだったが、現在まで交換されていない。1960年から1968年まで、マサチューセッツ工科大学で教える。1968年から、カリフォルニア大学バークレー校に勤務。年から翌年まで、 アメリカ哲学会会長。コレージュド・フランス、ウィーン・工科大学、フランクフルト大学、高等主犯学校、オーフス大学、オークランド大学、ハミルトン・カレッジ、タスマニア大学、ペルー・カトリック大学、エラスムス大学、アムステルダム大学、東京大学などで客員教授や講師を務めたことがある。人工知能の領域に大きな影響を与えた優れた著作と、 20世紀の大陸哲学の分析と解釈に対する顕著な貢献を理由として、エラスムス大学から名誉博士号を送られている。アメリカ哲学界では決して数多くない現代、ヨーロッパ哲学を専門とする研究者として、セイレンキルケゴールの実存主義への関心を確認しながら、メルロー・ポンティやハイデカーの研究を行う。特にハイデカー研究では、 1991年に上司した存在と時間第一部についての詳細な仲介が現在でもアメリカのハイデッカー研究の基本的文献とみなされている。風光研究ではハイデッカーの存在論と風光の権力論の密接なつながりを強調している。風光についてはポール・ラビノーと共に風光をバークレー校に招聘するために奔走し、ラビノーとの協調、 ミシェル風光構造主義と解釈学を超えてを出版するなど英語圏に紹介する上で大きな役割を果たした。研究者としての経歴のごく初期からヨーロッパ現代哲学研究と並行して継続的に人工知能論を展開、人工知能研究の理論的基礎について哲学的な批判を行っている。2001年の著書インターネットについてでは インターネットの存在論的考察に議論を拡張、インターネットの本質について悲観的見解を提示した。1964年にランド研究所に提出した報告書、錬金術と人工知能において、アレン・ニューウェルとハーバート・サイモンという二人の指導的な人工知能研究者の仕事を批判した。当時のレイ・ファスは MIT に勤めており、 人工知能研究について身近に考える機会があった。ドレイファスの批判点はそれまでの人工知能研究の成果についてだけではなく、ニューウェルとサイモンが想定している基本的な前提にも置かれている。知能とは形式的規則に従って象徴を操作することだという彼らの前提は誤っており、ドレイファスの考えでは人工知能研究は 失敗を運命づけられている。この主張は人工知能研究者からのたくさんの批判を招いたため、ドレイファスは自説を補強するために、さらなる研究をスタートさせた。こうして生まれたのが、弟のスチュアート・ドレイファスとの協調、心は機械を超えるコンピュータ時代における人間の直感的知恵であり、また1972年の著書、コンピュータには何ができないかも、 大きな論争を及んだ。後者は1979年に増補された後、1992年にも新しい序文を付され、コンピュータには依然として何ができないかという題名で刊行されている。ドレイファスによれば、人工知能研究には大きく分けて4つの前提がある。第一は、生物学的前提。第二は、心理学的前提である。生物学的前提とは、 脳がコンピュータのハードウェアと類似しており、心はコンピュータのソフトウェアと類似しているとする前提である。心理学的前提は、心は表彰や象徴に対して密かに計算を行うことによって働いているとするものである。ドレイハスによれば、心理学的前提が認められうるか否かは、残りの二つの前提、すなわち、 認識論的前提と存在論的前提が正しいかどうかにかかっている。認識論的前提とはすべての活動を何らかの規則ないし法則の結果として形式化できるということである。存在論的前提は現実とは相互に無関係な一連の原始的事実に切り分けることができるということを客観的真理とみなすことを指す。人工知能研究者たちはこうした 認識論的前提ゆえに知能とは形式的に規則に従うことと同義であるとみなしており、存在論的前提ゆえに人間は現実の各々について内的な表象を持っていると考えている。これら二つの前提のもとで人工知能研究者たちは認知とは内的な象徴を内的な規則に従って操作することだとし、それゆえ人間行動の大部分は文脈に、 依存しないと考えている。したがって物理学的法則が物質世界の外的な法則を列挙するのと同じ仕方で人間の心の内的な規則を詳細にわたって列挙する本物の科学的心理学というものを作ることが可能だとされる。人間行動が客観的に予測可能なものと考えるなら、 文脈に依存しない科学的法則があることになるが、実際のところドレーファスによれば、文脈と無関係に成立する心理学とは語義矛盾なのである。こういった立場に反論するドレーファスの立論は、現象学や解釈学の伝統に由来している。人工知能研究が基礎を置いている認知主義的な考え方とは逆に、ハイデッカーは人間存在は、 自らが置かれた文脈によって強く拘束されていると考えている。それゆえ文脈と無関係に成立する二つの前提は誤りなのである。確かに自然科学的な現実をそれ以上分割できない原始的な事実からなるものと見ようとすることができるのと同様に、その気になれば人間の行動も法則に支配されているものとして見ようとすることができるということは、 ドレイファスも否定していない。しかしそのことと、従って、それらが原因となる客観的事実があると言明することの間には大きな飛躍がある。実際ドレイファスによれば、この言明は正しくなく、従って客観的事実が存在するということを基礎に、した研究プログラムは即座に理論的かつ実際的な問題を抱えることになる。 従って、人工知能研究者たちが現在行っている研究は失敗を運命づけられている。ある意味で、ドレイファスが機械化に反対するかつてのラッタイト運動の投資を彷彿とさせるとしても、ドレイファスが人工知能を根本的に不可能だと考えているわけではなく、現在の研究プログラムには致命的な欠陥があると述べているに過ぎない。 人間並みの知能を備えた装置を得ようとすれば、人間のような世界内存在を作ることになり、そのような存在は、多少とも人間に似た体を備え、人間のものに似た社会に適応していなければ、ならないからである。この意味でドレイファスは、マーク・ジョンソンや、ジョージ・レイコフラ、身体科の心理学の論者や、分散認知理論の提唱者たちと同様の見解を抱いている。また、 ロドニー・ブルックスその他の人工生命の研究者たちも同様に主張している。ありがとうございます。